あの。あ。うん。あ。お。せつなさん。すまない。 敵の勢いに押されてるな。もっと守りやすい場所に移って体勢を立て直そう。やはり私でも。 かすみか、ここでお前と戦うことになるとはな。かすみさん、元の世界での知り合いか。もう戦うには辛いが、下がってたね。せつなさん、ありがとう。でも大丈夫、私は戦うのが宿命だから。俺にはまだなすべきことがある。 敵はあなたを追ってきているみたい。この隙に私が手薄な敵本陣を奇襲するわ。分かった、俺はここで敵を売り切っておく。だがかすみさん、絶対に無理はしないでくれ。 隠している。いつかそれを教えてくれるのかしら。
俺はこちらに向いている。もっと引きつけるんだ。やはり私が向いている。ようだ。万一のため、俺は下がっておく。進行作戦を開始する。 次は負けぬ。 敵か。一体どこから。よし、死が成功したみたいだ。急いでかすみさんと合流しよう。軍事の奇襲を受けたのと。戻るぞ。四季様をお守りするのだ。 私こそ世界最強の騎士だ。あ、無双の騎士っていうとこだっけ。戦争の騎士。終わりは何もできない。黙れ。三奪者がいる。狩りの時間だ。私はしない。偉そうに。 かすみさん、おかげで助かったよ。怪我はないか。私は大丈夫。いざ参る。さて、応援を頼もうか。全員出てきて頑張ってくれるんだ。 いいね、流れですよ。彼女たちは真実を知っている。余計な口出しはやめてくれ。人を頼るのは苦手か。お前は変わらないな。よし、俺たちの勝利だ。 祠を奪ってどうするつもりだ。決まってるだろう。泉を復活させて奪われた王位を取り戻せ。バカなことを。いくつ祠を奪ったとて、お前は王になどなれぬのに。それどういうこと。聞くな、ざれ言だ。 いや、そうね。くっ。たわけ。ええ。うん。うん。え？にゃにゃ。
どうすれば? よし! ようこそ。 またのお越しを。 私は戦う。よし。<笑>そうだ。よし。 魂を借り、説明は妹分には情があるのかもしれない。なら私たちで戦ってやるので親切というのに、私は早く元の世界に帰りたい。 そのために戦うだけ。うまくいってるわ。あなたは勇者という言葉を知らないのかしら。私はただ人間を倒すだけ。そこに何の感情も浮かびはしない。<笑>そう、 綺麗なお人形さんみたいにしたね。うまくいってるわ。人間どもの茶番に付き合うのが飽きた。早く戻ってお父様を復活させなければ。私も 早くよかるのもとへ帰りたい。ノバーノバーノ。良き敵と見た。はい。デクイエを奏でよう。さらに激しくフィナーレだ。うまくいってるわ。 勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。ドクション。
どうしてこんなことした。次は怖いかねえからな。破滅の調べ、いかがだったかしら。うまくやったようだな。その調子でさっさと終わらせるぞ。やはり私でなくて。なるほど、あなたが手だれであると認めます。 言ってるわ。もう玉木は逃れられない。さあ、裁きの時間。大変です。敵にすっかり包囲されてしまいました。そんな、どうすれば。玉木ちゃん、仲間を呼ぼう。 出せば誰かは脱出できるはず。私も一緒に行ってくる。すぐ戻るから待ってて。邪魔をするなら止めないと。玉木ちゃんは世界のために一人で頑張ってる。絶対に守ってみせなさい。うまくいってるわ。 この世界ではない、そう名乗ってもよさそう。玉木ちゃん、助けられなくてごめんね。お見事です。これで流れも変わるでしょう。玉木は心から世界を救おうとしているんだ。家族だろうとか邪魔をさせるつもりはない。 この娘を裁く。それで全て。